断気髄。団気髄は、新末民初の軍人、政治家、兵国将、王子陳と共に、北洋の三欠と称された。字は、芝泉、晩年の号は、聖堂古事。李交将と、同郷出身であり、また、祖父の団杯も、Y 軍の将校であったことより、高級軍人の道を、進むこととなった。1885年、高所11年。 天津武備学道法兵科に入学し、1889年、高所15年に卒業する。同年、李に派遣されて、ドイツに留学したことで、引き続き法術を学べた上に、近代軍事学を習得する機会を得ることになった。翌年帰国し、北洋軍海局委員、伊海随英武備学道教習を歴任している。1896年、高所22年、 団ズ髄は、遠征前の新し権力軍に加入し、砲兵隊等体験随影学道を監督して、軍の近代化を担った。1899年、高所25年、山東省へ向かいに和団の乱鎮圧に従事している。1901年、高所27年、団は、武衛遊軍各学道総弁に起用され、同年末に、園が直令総督兼北洋大臣になると、 それに従い補定に移動した。翌年6月、団は北洋軍政治参謀所総弁に任命され、北洋常備軍の編成、連政の責任を負っている。1903年、高所29年12月、縁が連兵所海弁大臣に就任すると、縁の推薦により団が連兵所軍令施制士となり、さらに副都等の位も授与された。なお、団らが、 北洋の三傑と呼ばれ始めたのはこの頃である。1904年、高所30年、段気随は常備軍第三鎮翼長処理を兼任し、翌1905年、高所31年2月には第四鎮統制に起用され、さらに、加官秋三沢北軍総統も担当した。1906年、高所32年初めには、第三鎮統制処理に移り、 北洋武備学堂忠しりも兼任している。同年3月、福建省定州鎮送兵の位を授与されたが、団は現地に赴かず、北洋軍に泊まり、保定軍艦学堂総弁に任せられた。以後、団の学生たちは続々と北洋軍に補充され、北洋軍における団の影響力は次第に増強されていくことになる。1909年、戦闘元年に、 縁が一時失脚すると、同年12月に弾は、第六鎮闘制に移され、翌1910年、戦闘2年12月には、江北帝督として、チャンス賞清井に移駐した。1911年、戦闘3年10月、侵害革命が勃発すると、縁政外は復権し、弾気髄も北京に呼び戻されて、第二軍軍等に任命された。は、 古北省の前線に向かい、合わせて、古高総特処理圏が一軍軍等に抜擢され、交換に駐留して、革命派と交戦する。しかし、同年12月、円と革命派との和平交渉が始まると、団は、積極的な交戦を控えるようになった。1912年、民国元年初めになると、団は、円の内容を受ける形で、北洋省領46人を引き、 実力行使をちらつかせながら、戦闘艇に対し、共和政体の定律を公然と要求する。これが決定打となる形で、同年2月12日、戦闘艇は大悦に追い込まれ、3月10日、遠征外が中華民国臨時大総統に就任した。この際に、団は初代陸軍総長に起用されている。1913年、民国2年7月、 断気随は一時的ながら、国務総理代理に就任し、第二革命、二次革命の鎮圧を事実上指揮した、間もなく、陸軍総長に復帰。さらに同年末からは、湖北都督、河南都督も兼任し、白、明の反乱を鎮圧している。しかし三欠のうち兵国告が高難に転出し、王子鎮が、実際の平権をあまり握らない役職につく中、中央で、 ダンの保有する軍事力は北洋軍の中でも絶大なものとなった。こうした状況のため縁や取り分け縁の取り巻きはダンを警戒するようになり二人に感激が生まれた。また減り下ることを知る表などに比べてダンはプライドが高く両者の対立が一層こじれるようになったという指摘もある。そのような中で1914年民国3年5月遠征外は 海陸軍大元水統率弁事所を創設し、陸軍部の権力をどころに集中させる巨に出た。不満を抱いた、段貴随は、自らの腹心で陸軍部次長を務めていた女児僧に、陸軍部の事務をことごとく委ね、さらに翌1915年、民国4年5月には病気と称して辞職してしまう。また、縁が皇帝即位を目論むと、段は、 非協力的姿勢を保ち、縁に、その撤回を促す強力な圧力となった。1916年、民国5年3月、五国戦争での劣勢に直面し皇帝即位を撤回した縁の懇願もあり、団はようやく参謀総長として政界に復帰、翌月には陸軍総長に就任している。同年6月、園政外が死去すると、霊元広氏が、 公認の大総統に就任する一方で、ダンキ気髄は国務総理に就任した。これ以降、北京政府では団率いるアンキ派と、京国省率いる直令派とで派閥が成立していく。直令派が英米の支援を受ける傾向があったのに対し、アンキ派は日本からの支援を受ける動きがあった。同年12月24日にダンは日本からの支援を得ようと図り、 内閣総理大臣、寺内正武が派遣してきた西原亀さんと会談している。また、北軍の指導者を辞任する段気随は、北洋出身者ではない霊元広氏の花風に立つことを、が演ぜず、両者は次第に抜き差しならない対立へと至ることになる、不倫の争い。この対立は、女性省の調停により一時は収まったものの、1917年、 民国六年春になると、対ドイツ戦線をめぐって両者は再び対立した。日本の指示を受けて、対ドイツ戦線を図る団に対し、国会議員やアメリカの支援を受けるはじムはそれに反対したのである。団は自らを支持する、各張特軍で特軍団を組織するなどし、武力行使もちらつかせながら、戦線を押し通そうとした。しかし、国内世論の拒否反応を背景にした。 霊元広氏を団気髄は押し切ることができなかった。逆に同年5月23日には、はじむにより団が国務総理を罷免されてしまう。怒った団は、天心に移り、暗気特軍長君らを含む特軍団を先導して、独立宣言を発するように仕向け、はじむを自任に追い込もうと格索した。追い込まれたはじむは長を昇平、老落して、団に抵抗しようとする。 ところがこの機会を捉えた蝶は、7月1日に、北京に乗り込むと、直ちに、はじむおゲやに追い込み、新朝副壁を観光した、蝶君副壁。これを見た段は直ちに割を反逆者として追悼する、ことを宣言し、同月14日、蝶を駆逐して、北京を奪還している。はじむの公認の大総統には、直霊派の表国書がつき、段は、国務総理権力軍総長として、 北京政府内で実権を掌握した。8月14日には、対ドイツ戦線も果たしている。断気水の対独戦線は、当然ながら、日本からの借還を実施するための理由付けであった。上述の通りにシハ亀さんとの交渉を進めるため、すでに1916年末から総助林、陸州古市、昭総省といった、旧交通幹部を日本に派遣している。 この交渉の結果、1918年に、ダンキズ髄は、日本円にして約1億4500万円の借款を取得することができた。いわゆる西原借款である。この借款を手こにして、ダンは御用会はたる安福クラブ、軍事力としての参戦軍を組織している。1917年9月には、孫文、孫中山らが、甲州で、御法軍政府を組織し、 誤法運動を開始した。団気随は、誤法派のコナン軍団のべ、を、悲鳴、さらに自らの副心である、風良佐を公認に任命することで挑発をかける。目論ろみ通り団は反抗したため、これを口実として、段は武力による南北統一を開始、所詮は優位に戦いを進めた。しかし、兵国将を筆頭とする直霊派は、 団の独断先行的な態度への不満や、英米の支援もあって、和平統一を唱えて、反発を示し始める。この時、五方軍討伐の前線にあった、湘南軍征服司令は、直令派の王南事件、反国省であり、兵日は密かに指示して、この二人を撤兵させてしまう。取り残された風は、陸栄て率いる旧構成派に敗退、この責任を取る形で、 ダンは11月16日に国務総理権陸軍総長の辞任に追い込まれた。一時劣勢となった弾気水だったが、副審の女女僧が暴略を巡らすことで、兵告書への反撃を開始する。女はまず直霊派の中でダンと比較的親しかった総婚を調約し、団指示へと転向させた。これで直霊派内の団結にひびを入れると、暗記特軍。 ゲイシチューラアンキハトク軍たちが反評活動を活発化させ、1918年、民国7年2月には、やはり女の格索によりダンは、東三世の長作林を館内に迎え入れている。この結果、兵国省は和平統一を撤回して、五方軍政府への軍事行動の継続に追い込まれ、3月にダンは、国務総理へと復帰している。 こうして主導権を取り戻したかに見えた断気髄だったが、1918年3月、自派の長高志行を、湖南特軍に任命するという致命的な失策を犯した。五方軍政府との最前線では、直霊派のご配布や表玉将が優先していたにも、かかわらず、先行は、ほとんどなかった長をひいしたのである。これには、呉、兵は、もちろん、一度は、 ダンが狼落した彼らの上司たる総根も反発した。特に子は秘密裏に五法軍政府と和議を結び、8月には再び和平統一の旗印を掲げている。こうしてアンキと直霊派の抗争は再び熱を帯びることになり、さらにアンキは日本への接近姿勢を他派から激しく非難されることになった。10月、情勢の逼迫を受け、ダンは、またしても、 国務総理を辞任している。1919年、民国8年、段ズイは、パリ講和会議において、ベルサイユ条約調印を図ったが、これに反対する54運動の勃発を招いてしまう。この54運動の中で暗記派の政治家、特に対日交渉に従事した、総助林、陸州古史、小総省が徹底的に攻撃された。 しかもゴハイフラ直令派やホ法軍政府が54、運動を支持し、リクシル首相らパリ講和会議代表団も最後は、北京政府の命令を蹴って、ベルサイユ条約調印を拒否している。この結果、アンキ派は維新を完全に喪失することになった。それでも団は、参戦軍を、変貌軍と解消し、総司令、ジ,ョジュソー、引き続き主導権を握ろうと抵抗した。しかし、 ここに来て、世論の動きを見た、張作林ら法典派も直霊派と連合し、暗記派は孤立していく。1920年、民国9年5月、後配布は、湖南省の前線から独断で撤兵。7月には、大総統、女性省が直霊派の突き上げを受けて、女児総を、変貌軍総司令から罷免してしまう。断機髄も負けじと、女性省に圧力をかけ、 7月9日に総根と呉を罷免させる。こうして14日に両派は全面衝突に至った暗直戦争。しかし、クレや表玉将ら直例派の軍は精鋭であり、さらに法天派も直例派に味方していたため、わずか4日で暗記派は全軍覆滅に追い込まれてしまう。惨敗を喫した団はゲアを表明し、天津の日本疎開に逃げ込んだ。はゲアしたものの、 女児層の助力を得て、調作人や孫文と連絡を取り合い、再起と直令派打どを図った。1924年、民国13年9月、第二次、笹口家戦争が勃発し、翌月には、兵局省が、北京政変、首都革命を引き起こした。これにより、兵と調作人の指示を受ける形で、同年11月24日に談話、 臨時政府姿政として返り咲いたのである。翌1925年、民国14年2月には団の主催で、前後会議を開くなどしたが、協力省、調作林らが、軍事、政治的実権を握っており、団の影響力は限定的だった。1926年、民国15年になると、協力省ゲイア後の国民軍を壊滅させようと、法典派、直令派に加え、 日本など主要諸外国も攻撃姿勢を示す。これが原因で学生、労働者らによる反帝国主義運動が勃発し、同年3月18日にダンキ気髄は武力弾圧を加えた3.18虐殺事件。さらに調査クリンらと結んで国民軍駆逐を図ったが、これを察知した国民軍の鹿、少林に奇襲され、失政府から追い払われた。その後、 北京入りした、後配布、蝶作林らを頼ろうとしたが、二人とも弾を見捨てている。結局、弾は、天津に逃げ込みげやせざるを得なかった。1933年、民国22年2月、日本軍が弾機髄を利用することを恐れた、小解析は弾を招兵し、弾もこれに応じて、上海に移ってきた。1935年、民国24年、 国民政府委員に任命されたが、実際には就任しなかった。1936年、民国25年11月2日、上海で病没。去年72、万71歳。男は以後を愛好しており、大雲法、古水女、劉台夫ところ、家、生、合制源らを援助した。また、合制源の合である、制源をつけたのは男である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。